今日は私あいつと一緒にいてすげえ楽しかったんだ。まるで昔に戻ったみたいにさ、一緒にバカやれる関係のままあいつと付き合えたらいいんだけどな。無理だよな。おい待てよ。あんなんじゃすっきりしねえだろ。今からちょっと付き合えや。なんで柔道部の俺が空手家のお前に投げられてんだ。油断しすぎっすよ。くそ、やっぱまだ勝てねえか。へこむかよ、この状況で。結局お前は一度も空手を使わなかった。待てよ、お前大会とかほとんど出てねえらしいな。もったいねえと思わねえのか。あのでかい背中に追いつきたかっただけなんですけど、今はもう挑み方がわからなくなったという。ゴーマ先輩とやり合ったらしいな。おう、負けてきた。あのな、前々から思ってたけど、お前は私を過大評価しすぎだ。そうか、そんなことねえと思うけど。お前は男で私は女だ。体使った勝負はお前の方が強いに決まってんだろ。結局俺はまだお前が隣にいて気が強くなってるだけの、ただのゲームっ子なのかもしれねえ。どうした？いや、なんでもねえ。俺はお前みたいになりてんだ。